t-38 タロン t-38AT-38 はアメリカ合衆国のノースロップ社が開発した練習機。相性はタロン。練習機ながらアフターバーナーを装備し超音速を発揮できる優秀な総発ジェットの高等練習機として高く評価され総数千機以上が生産された回 -16 との形状比較模擬格闘戦で T-38A を追尾する回 -141950 年代後半に入ると実用ジェット戦闘機の高性能化が進み、従来のジェット練習機として用いられてきた T-33 では性能が陳腐化してきた。その頃、ノースロップでは自社資金で N-156 計画という西側同盟国向けの軍用機開発計画を進めていた。 この計画は、軽量戦闘機型の N-156F と、練習機型の N-156T を開発するものである。そのうち練習機型は、アメリカ空軍の興味を引くこととなり、1956年に U と38として、開発契約が結ばれた。U と38の初飛行は、1959年3月10日である。 なお、戦闘機型も1958年に同盟国共用用の回マイナス5として開発されることになる。T-38 は、スタジアムシーティングを採用したタンデム複座、キャノピーは前後独立、主翼は低翼配置、エアインテークを胴体側面に持つという、当時の標準的な設計にまとめられた、小型軽量の機体で飛行性能が安定しており、 整備性が良いため稼働率が高く運用コストも少なく済み、また双発機であるためアクシデントにも強いという特徴を持つ。その反面、使用エンジンの燃費効率がやや悪く、また小型機ゆえに搭載力や航続距離に難があったものの、これは練習機用途としては大きな問題にはなりにくい。音速突破も可能な高速性能を持つが、 これは当時はアオン速と超音速飛行には隔絶した差があると考えられ、超音速飛行に完熟するためには特別な訓練が必須であるとされたからである。このため安全性も考慮された設計になっており、センチュリーシリーズにさえ取り入れられていなかった当時の先進的な操縦システムも導入されていた。回 -16 より小型軽量の機体に、 水力重量比の高いエンジンを搭載し、練習機であるため癖がなく、扱いやすい、操縦特性となっていることから、中高速域での運動性能は、第四世代機と比較しても遜色がない。そのため、過去にアメリカ空軍のアグレッサー部隊で使用されたほか、戦闘機導入基礎過程で、基礎的な戦技の導入教育に使用されている。 アメリカ空軍で行われた模擬格闘戦において、最新鋭の回 -22 に撃墜判定を出したこともあるなど、技量次第では、第5世代機にも対抗し得る能力を有する。部隊配備は1961年から開始され、アメリカ空軍のほか、同空軍にパイロットを派遣して、訓練を行っている西ドイツ空軍も使用した。しかし輸出は、純粋な練習機にどまる本機よりも、 ドッグファイトや対地攻撃もこなせる実用機として使用できるキ、カイマイナス5戦闘機の方が圧倒的に多かったため、本機の輸入国はポルトガル、台湾、韓国、トルコに止まった。生産は1972年まで行われ、生産機数は1187機、また1975年より130機程度が、 武装可能で攻撃訓練にも対応したリフト型の AT-38B に改造された。2001年よりアメリカ空軍は既存の T-38A を改良した T-38C の導入を進めている。アビオニクスの改良によりグラスコックピット化された操縦席にはヘッドアップディスプレイも備わり、エンジンのメインモジュールが交換され、 機体側のエアインテークも改良された。アメリカ空軍は主翼の交換も検討している。アメリカ航空宇宙局では、テキサス州ヒューストンのエリントンフィールドに配備しており、宇宙飛行士の飛行体験訓練や連絡機として使用されている。アメリカでは民間に払い下げられた機体が少数あり、例えばボーイング社では、チェース機として T-38 を使用している。 姉妹機械 -5A の複雑型であるス -5B は T-38 の機種を流用したため外見が非常に似ているが固定機関砲がない点を除けばス -5A と同様の武装が装備できる軽攻撃機兼用型でエンジンも作戦用と向けにより強力なものが使用されている2000年代から老朽化と補修部品の不定により 修理コストが上昇したため、アメリカ空軍では後継機の選定を開始した。後継機は数社の協作となったが、最終的には2018年9月27日に、ボーイングとスウェーデンソブが共同提案した T-7 レッドホークに決定された。導入され、次第2019年時点でアメリカ空軍で運用されている約500機の機体は減少していく見込み。 t-38aat-38b 胴体カバイロンに各種装備を携行できる t-38c の操縦席 n-156t 社内開発名称 u 3 8試作機 t-38a 量産型 t-38nNASA で使用している a 型をベースにしたモデル操縦経験のない宇宙飛行士を乗せて 機動飛行を体験させるために使用。T-38C の登場以前から、アビオニクスが改良され、ウェザーレーダーが装備されるなど、独自仕様となっている。AT-38A 武装型、試作のみ、DT-38A アメリカ海軍向け、無人標的機器の誘導に必要な機材を搭載している。 NT-38A 各種試験機、QT-38A 無人標的機型。AT-38B 武装型。T-38C 近代化回収型。AT-38C 武装型の近代化回収型。T-38C の回収モデルボーイングにより、アビオニクスが更新された回収型。 グラスコックピットの採用や GPS が統合された広報装置を追加している T-38M トルコ軍での近代化回収型。女性としてアメリカ空軍のパイロット養成プログラムを卒業した最初の10人、ST、s t s 3終へホワイトサンズミサイル実験場に着陸するコロンビアと周囲を監視する2機の T-38。 n サンダーバーズでも1974年から1982年にかけて使用、アメリカ海軍戦闘機兵器学校においてアグレッサーとして用いられた。宇宙飛行士の訓練、チェース機、連絡機として T-38N を使用している。また ISS に搭載された機器の整備訓練の 一貫として T-38 を利用した整備訓練も行われる前期がアメリカ空軍、シェパード基地で運用されており、アメリカ空軍のマーキングが施されている。当初、回 -5 も導入予定であったが、正常不安等から挫折、T-38A を6機導入したに止まる。主力機が回 -86G91 や、 A-7 などであったため、一時期、同空軍最高速度の軍用機となった。現在は退役し、一部はゲートキーパーとして保存されている。自衛隊は導入していないが、航空自衛隊の操縦課程学生の一部は、アメリカ空軍での操縦課程を履修しており、毎年数名の学生が、アメリカ空軍の学生とともに、T-38 での操縦訓練を受けている。 サプット卒業後は、ウィングマークを取得し、再度退治訓練を受けてから、AT-38C による戦闘機操縦過程を履修して帰国している。訓練中のコールサインは、ランサー、T-38A3 面図、トップガン、トップガンの使用機として登場。ただし、主に基地で後方に中期している機体としての登場であり、飛行シーン及び、 ミグ -28 として登場しているものは、回 -5E 及びその複雑練習機型である回 -5F である。宇宙兄弟 NASA で使用されている T-38N が登場する。エリア88作中で88所属機として、たびたび登場。丹崎のパイロットが人を便乗させると、連絡用に使用している。ありがとうございます。